さて、LC ライナー最強王決定戦。今回紹介していくのは、AH ライナー。AH ライナーは2020年6月26日に運行を開始。使用車両は現東部通勤型最新車両7090型です。搭乗線に新型を下さ。まず停車駅はこんな感じ。朝時間帯に運行される上り脇、東武動物公園、春日部、浅間台、新越谷の順に東武線内は停車していき、東武線内は乗車専用となっています。そして新越谷からは東京メトロ日比谷線上野駅までノンストップ。日比谷線上野を出ると、秋葉原、茅場町、銀座の順に止まり、今挙げた駅は降車専用となっております。そして銀座を出て霞ヶ関から先は終点恵比寿まで各駅に止まり、霞ヶ関から恵比寿まではフリー乗降区間となります。下りは霞ヶ関始発となり、停車駅は同様に乗車駅、降車駅が逆になります。続いて料金はこんな感じ。久喜東武動物公園発着の場合は680円、ソレイ南発着は580円となります。次、時刻表はこんな感じ。まず下りは霞ヶ関を基準として平日は17時から21時まで、と休日は16時から20時まで1時間間隔で運転されています。そして上りは平日は久喜6時台発と8時台発、と休日は8時発と9時発に運行されています。上りについては平日はラッシュのピークを避けた時間帯、と休日は通勤客というよりかは東京へのお出かけ客をターゲットにした時間設定といった感じですね。次、車内はこんな感じ。ドア上部に LCD が設置されており、座席にはコンセントやドリンクホルダー、荷物フックを設置。また、フリー Wi-Fi を利用することができます。一通り解説していきましたが、さて、この TH ライナー、今まで紹介してきた LC ライナーと比べ、世間ではかなり酷評となっています。同社の搭乗線で走っている TJ ライナーは結構評判がいいのに、TH ライナーはなぜこのような結果になってしまったのか、紐解いていきます。まず車内についてですが、今まで見てきたのと比べるとチープな感じ。2008年に登場した5万90型は仕方ないですが、他の車両たちは料金に見合った車内設備となっており、ましてや2020年デビュー、そしてこの料金設定でこのような車内設備はちょっと物足りなさを感じてしまいますね。ちなみにパッと見コンセントが見当たりませんが、問題、コンセントはどこにあるでしょうか。制限時間は A、 正解は、ここでした。ちなみにこの車両が公衆輸送されたのはコロナが来る前なので、金が足りないといった昨今のいろんな鉄道会社の事情とは、この7万90型の製作には関係ないかと思われます。ただ東武はこの時からスペーシア X の製作や SL 復旧プロジェクトに労力を割いていたと思うので、その付けが回ってきたという感じでしょうか。続いて停車駅はフリー乗降駅を設けてほしい、といったところでしょうか。まず日比谷線内は上りは特にいじらなくてもいいと思いますが、下りについては上野から先はフリー乗降でもいいのかなと。中目黒方面は上野駅を皮切りに乗客があまり現れなくなりますし、なんなら下りは日比谷線内は上野から先は確定でもいいのかなと。日比谷線内は特に対比駅はないし、なんで通過するの定期もあるし、なら下りも停車させてもよくねと思う人もいるかもしれませんが、ライナー列車は乗降に時間がかかるので、各駅に停車させたら後々の電車に迷惑をかけることになるので、下りは日比谷線内上野まで各駅停車というのはないでしょう。ちなみにこのようなことがなくても十分後続には迷惑をかけています。続いて東武サイドですが、こちらも日比谷線同様フリー乗降区間を新越谷から先にも受けてもいいのかなと。そしてこの TH ライナーは草加駅、北千住駅に停車してほしいという声がありますが、正直草加駅は停車してもいいと思います。草加駅は都心からスカイツリーライン内では比較的近いですが、草加駅はスカイツリーライン内乗降客数4位を誇る上、草加駅停車キャンペーンというのが今年の4月に行われるほど草加駅からは需要があると思います。そして北千住停車は需要はあると思いますが、コンセプトが崩壊するので停車は絶対にありえません。理由は後ほど。また、運行区間を久喜から館林まで拡大してもいいのかなとも思っています。この理由も後々。続いては料金高い。LC ライナーの中でも長距離を走ると休日 S トレインを除けば最高額です。この金額の高さが TH ライナー利用の壁になっているのは否めません。時刻表については特に言うことはないです。まあ妥当かなと。さて、問題なのは乗車率。平日については満席に近いほど乗車されているようですが、と休日は、皆さんお待ちかね空気輸送でございます。TH ライナーは観光というよりは通勤ライナーに近いので、と休日は下りだけで十分かなと思います。その代わりにと休日は日光方面のライナーを走らせた方がいいのかなと思います。詳しい停車駅案とかも考えたので詳細は後ほど。さて、ここまで見てきた感じでもちょっと不穏な空気が流れていますが、TH ライナーが現在評判が悪くなっている原因は他にもあり、その一つというか多分一番の原因が、TH ライナーライバル多すぎ問題。これまで話してきた LC ライナーは周りにライバルがいない、もしくは圧勝しているといった状況でした。しかし TH ライナーは周りのライバルが多すぎるところか負けているところも、その様子はサメの大群に真っ剣を放り出しているかのよう。ちなみにそのライバルを順に上げていくと、宇都宮線特急プラス銀座線常磐線千代田線上野東京ライン湘南新宿ライン、パッと思いつくだけでこれだけのライバルがいます。TH ライナーはこれらを相手に利便性、
着席保証という点で勝たなくてはいけません。そしてこのライバルの多くが北千住乗り換え、これまで見てきた路線たちは大体が都心、副都心に最速で向かうにはこの路線しかないといった状態で、周りに他に都心、副都心方面に向かう列車がほとんどいないため、その路線に人が集中するので、もちろんラッシュ時間は結構混雑すると、という中での着席保証の列車の登場だったので、それなりに乗客をゲットできたと思いますが、東武スカイツリーラインの場合、北千住乗り換えで、都心、副都心方面に向かうにも乗客のそれぞれのニーズに合った路線を選択できるので、一概に東武スカイツリーラインを使わないと絶対に最速で都心副都心に入ることができないというわけではない。要は着席保証という最近のラッシュ時間帯のニーズに応えられていても、都心方面に向かう選択肢が多く、北千住で乗り換え東武以外で都心に入る人がいるというのが、乗客をうまく取り込めない理由の一つになっているのかなと僕は思います。また、TH ライナーがこの北千住に止まらないのは、単にライナー列車の使命である遠近分離からかけ離れてしまう、だけでなく、北千住に止まって乗れたとしても課金するにはこの先の停車駅まで近距離すぎて乗る側としては課金する気が湧かない。降りれたとしても多くの人が常磐線や千代田線に乗り換えてしまい、日比谷線まで乗ってくれる人が少なくなってしまう、と、停車させたとしてもどちらかに必ずデメリットが発生してしまうので、北千住停車はないかなと思います。北千住までのご利用の場合は安くて早い特急をご利用、そしてこの TH ライナーを取り巻く問題は他にもあって、それが TH ライナー前後確定行き先問題。まずはこちらの画像をご覧ください。こちらは地下鉄日比谷線上野駅平日20時台の時刻表ですが、気づくことはありませんでしょうか。そうです。20時台の TH ライナーを挟む際、東武線直通列車が10分も来ません。そして北千住で本線系統と合流してもここは10分間隔になります。なので TH ライナーの前に出る北千住駅に乗って北千住から本線からの確定に乗り換えるということができないので、東武方面に向かいたい客は強制的に後続の北越谷駅まで待たないといけません。そして北越谷駅まで10分たまりにたまった客が押し寄せドボーンと、さらにその上 TH ライナーは乗降時間の関係上基本何部か遅れてくるので、十何分空くのがデフォになっている模様。これは他の時間帯の TH ライナーでも言えることで、そりゃあ混むよなと。なのでとりあえず TH ライナー前後の列車は東武直通列車にしてほしいなと。ちなみにここ以外は全部前後に北越谷駅を構えています。この差は何なんでしょう。というかそもそも日比谷線はラッシュ時間帯の混雑を両数が少ない代わりに本数で補っていたところがあるので、 TH ライナー導入により運転間隔が広がってしまったので、 TH ライナー導入以前からの日比谷線利用者にとってはありがた迷惑な存在になってしまったかもしれません。といったところで TH ライナーについて見ていきましたが、平日については乗客をそれなりに確保できている一方、それ以外がダメということで点数は45点とさせていただきます。ちなみに点数配分は30点は平日においては乗客を確保できている点、残りは今後に期待といった感じですね。正直このままだとあと何年かで差し埋まったなしです。来年のダイヤ改正で何とかしてください。さてここからは僕の考える TH ライナーのテコ入れ案をいくつか紹介していきます。ということで1つ目、フリー乗降区間の設置。東武線内においては優等列車が増えるので、フリー乗降区間とはいえ利用者的には本数が増え、公式的には乗ってくれる人が増えるのでウィンウィンになれるかと。そして2つ目、草加駅停車。これが実現するかどうかは停車キャンペーンの動向を見て、停車する価値があるかどうか公式の判断に委ねることになります。ちなみに草加駅停車キャンペーン中降車客はそれなりにいましたね。結果は来年のダイヤ改正でということで。3つ目、館林まで延長。現在 TH ライナーは伊勢崎線内は久喜まで、そして久喜には宇都宮線が通っており、上野までの所要時間は宇都宮線の方が圧倒的に早い上、グリーン車という着席サービスが一応あっちにもあるので、久喜から乗客をゲットするのは難しいといったところで思いついたのが館林までの延長。館林駅の名前自体はスカイツリーライン内ではなかなか聞かないので、久喜から結構時間かかるんだろうなと思いきや、久喜から館林までの所要時間は30分と意外と短い。東上線で例えると川越から森林公園までとほぼ同じ。そして区間急行、日比谷線利用で上野まで1時間半なので、しっかり東京への通勤需要圏内。館林からは羊毛号が出ていますが、行き先は浅草。羊毛1本では山手線停車駅にかすりもしないので、1本で上野駅に行けるという点では需要が出てくると思います。なので東京方面への速達列車のもう一つの選択肢として館林発着を設定するというのはありかなと思います。4つ目は日光方面のライナー列車の設定ということで、こちらは土休日となります。まず現在の東武は日光線においては快速の廃止を皮切りに6050系の引退、区間急行廃止、急行大減便とあからさまに特急へ誘導しているのがわかります。ただ正直このやり方は集客方法としてはちょっと厳しいかなと思います。やってることは
態なもんですから。なので鉄道利用で日光へ行くことに他の交通手段と比べちょっと引け目を感じるところがありますね。僕自身今年の3月に日光に普通電車だけで行きましたが、この急行区間急行そしてクロスシートの存在に結構助けられたところはあります。といったところでこの TH ライナーでの休日において他の利用方法はないかと考えていたところで、これが思いついた次第です。で、僕が考える日光方面ライナーの案がこちら、東武動物公園まで乗車専用にして、そこから先はフリー乗降区間にしています。これにより下りは特急と比べ課金額を安く抑えることができる上日光線内の無料速達列車を確保することができます。また最悪下りだけ走らせても上りは下りの課金で安く抑えられた分特急へ誘導することもできます。そしてこの列車を北千住発着とした理由は、北千住以南で始発駅にできる駅がなかったからですね。浅草駅は6両以上が入ることができるホームが一つしかなかったり、押し上げや引き船は始発駅として設定するにはいまいちなので、アクセスの良い北千住発着としました。というかこれを設定する以前に日光線7両以上対応しているのか知らないので、知っている方がいらっしゃいましたらコメント欄にてよろしくお願いいたします。あと7両以上が入線できないなら今のは見なかったことにしてください。といったところで今回の動画は以上となります。TH ライナーは今後に期待です。LC ライナー最強王決定戦。次回、Q シート。通常の列車に組み込む異端のライナー。それでは、ご視聴ありがとうございました。